平成14年台風第21号は2002年9月に発生し東日本に大きな影響を及ぼした台風である。後に激人災害に指定された。新路図9月27日3時に南鳥島の南海上で発生した台風21号は精神しながら勢力を強め9月29日には沖ノ鳥島近海の海上で 中心気圧930ヘクトパスカル、最大風速50メートルの非常に強い台風にまで発達した。最盛期を迎えるとともに進路を北に変え始め、徐々に加速し始めた。9月30日には東日本に上陸する台風としては戦後最大級と報道されるようになった。台風第21号は早い速度で北に進み、10月1日20時頃に、 三浦半島を通過し、20時半ごろ、神奈川県川崎市付近に上陸した。速い速度で北上したため、勢力はさほど衰えておらず、上陸時でも、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートルの強い勢力を保っていた。1951年以降に、東日本に上陸した台風としては、平成16年台風、第22号、 仮の川、台風、昭和33年台風、第21号に次いで、歴代4位の強さである。上陸後は陸地に沿って北上し、関東、東北地方を縦断した後、10月2日6時頃には、北海道苫小牧市付近に再上陸し、同日15時に、サハリンの西で温帯低気圧に変わった。上陸後も勢力は、 急速には衰えず速いスピードで駆け抜けたため東日本、北日本の広い範囲で暴風が吹き荒れ、茨城県板多市では送電線の鉄塔が9本倒される被害が発生した。また、東京では最低海面気圧965.2ヘクトパスカルを観測したが、これは1951年以降では最低記録である。この年は3個の台風が 本土に上陸したが、上陸地点はいずれも東日本という珍しい都市であった。しかも3個の上陸台風は全て関東地方に上陸しており、1年で3個以上の台風が関東地方に上陸したのは統計史上初となった。ありがとうございます。